ではカクテル作っていきたいと思います。使うのは薩摩の誉れの和亀醸造の原酒と、あとはこれほうじ茶、あとはクリームと、バニラシロップ使います。です、ね、何を作ります作るかと言いますと、アイリッシュコーヒーの、ほうじ茶&焼酎版みたいな感じのやつをやりたいと思います。お湯割りすごいよく合うので、でもお茶も合うと思うんですよ。でお茶だけだとちょっと芸がないので、ちょっとそういうカクテルっぽくしていきたいと思います。まず用意してもらうのは焼酎と、あとは入れたてのほうじ茶、これ結構熱い方が美味しいと思います。でグラスはですね、まあ、ちょっと僕は耐熱のやつ使うんですけど、何でもいいです。陶器のカップでも全然大丈夫で、まあちょっとお湯割りと同じ考えでいくならば、焼酎は後です。はい、なのでまずほうじ茶を入れます。ちょっと濃い方がいいかなって個人的には思います。深入りの濃いやつで、ここに先にシロップですね。先にシロップを、これ好みですね。ここはこれ15ミリぐらい入れます。ここで混ぜて、で焼酎、あ、もうここでうまい、うん、で、あとクリームで、こういうフローサがあるとちょっとここで泡立ててあげます。なんかあるじゃないですか、カフェとかでクリーム浮いてるやつ、あんな感じです。でアイリッシュクリームも上にクリーム乗せたのは、寒さが逃げないためなんですよ。これは冷めないために実は上にクリーム乗せたっていうのが、アイリッシュコーヒーとかの上に乗ってるクリームの意味です。あとは混ぜると美味しいからですね。この辺は好みですね。どれぐらい入れるかは好きなぐらいでいいかなと思います。はい、これで完成です。はい、では名前つけていきたいと思います。このカクテルはほうじ茶クリームラテにしたいと思います。まあちょっとね、ノンアルコールなんであれなんですけど、まあ、焼酎クリームラテ、薩摩クリームラテ、薩摩ほうじ茶ラテかな、はい、ちょっとどっちかにします。やっぱすごくすごい、このなんかほうじ茶の色合いもいいし、この薩摩の誉れのバニラ感もあって、冬でもアルコールが弱い人でもアルコールがしっかりしたのでも結構あれ入れる焼酎の具合で調整できる、冬にぴったりのカクテルだと思います。では試飲していきたいと思います。あ、もう見た目がビール、味はほうじ茶みたいな。ああ、美味しいですね。デザートみたいな、うん、すごく美味しい。うん、あ、これはいいですね。これ今だいたい40ミリぐらい入ってるんですけど、もう全然感じないですね。ポカポカしてきますけど、これも味わいとしては本当にほうじ茶のカフェラテがあると思うんですけど、あんな感じになります。層になってますけどね、口の中で混ざるんで、すごく口の中でまろやかにクリーミーになります。好きな焼酎入れてやってもいいんですけど、やっぱ甘みがあるこいつめちゃくちゃ合うと思います。美味しいなと思います。あとはバニラシロップがない人は普通のプレーンシロップでもいいと思いますし、あとはそうだな、ほうじ茶に合いそうなものなんで、蜂蜜でもいいし、あとメープルシロップとか、あと黒蜜なんかも多分合うと思います。ぜひ、まあ、自宅でやってみてください。美味しく多分できると思いますので、コツはクリームを、上に浮かせるのにちょっと下甘くする方が、綺麗に浮きます。あとスプーン使って綺麗にやると上に浮きますので、やってみてください。ご視聴ありがとうございます。